ましょう。本日のゲストは楠田愛菜さんです。よろしくお願いします。楠田愛菜です。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。あの F 横は初めてですか？初めてです。あ、そう、こんななんか高いビルに登るなんて思ってませんでした普段あんまり高いビルはあんまり登らないですね。登らない。今日はなんとこの高いビルの10階というそんなに高くない場所にお越しいただきましてありがとうございます。はい、よろしくお願いします。綺麗だよね、景色が。綺麗ですね。晴れててよかった。そう、ちょうどなんか昨日、ええ、台風が来てたんで。そうなんですよ。クッスン来る時嵐だと思ったんですけど、ええ、よかったね。はい、ウイカちゃんはもうなんか結構あのお近づきな感じ。お近づきさせていただいております。ほう、そんなことない。ない。そうそう。なじみ。そうそう。どっちどっち。あのすごい仲良くさせていただいてます。仲いい。はい。そうなんです。どれぐらいの付き合いなんですか。2年ぐらい前かな。そうですね。初めて会ったのは2年ぐらい前で、うん、舞台で一緒に共演して、うん、そこから仲良くなって、うん、でご飯とかもしょっちゅう食べに行ったり。あ、そんな感じですか。で、はい、あのクッスンのバースデーイベントとかに、ええ、あのゲスト出演させていただいたりとかして、うん、ほうほうほう、2年ぐらい、ね、連続で呼んでいただいて、ね、うん、来ていただいてます、はい、あ、もうそれはもうだって親友の域じゃないですか。誕生日イベントでゲストに来てもらうと。いやそんな嬉しいな照れちゃうな、うん、だってそんなたくさんたくさん、まあでもゲストいらっしゃるか、いろいろと。そう、でもこの、うん、なんていうんですかね、異業種っていうか、あの、まあ、声優さんのね、うん、あの、うん、お友達とかだったら分かるんですけど、謎の名前、長い名前の女がちょいちょいゲストに出てるんで、最初あのクスサポの方、クスンのファンの方をクスサポさんっていうんですけど、はいはい、クスサポの皆さん最初戸惑いが大きかったんですけど、最近は ね、ファッサマファッサマって私のことを呼んでくれて、はいはいはい、最近そのビリーアイドルの方のイベントにとか、うん、私のファンの方が行ったりとか、 あと逆にビリーアイドルの方ファンの方がこっちに来てくれたりとかして交流がすごいあって、姉妹都市みたいな感じになってるんですね。なんか一距離感としては そんな感じで、そう、ね、そう橋渡ししていけたらみたいな。なるほどね、なるほどね。まあなのでちょっと普段聞けないような話がもしかしたら今日聞けるかも分かりませんが、はい、今日メッセージテーマが野球の話っていうのをやってましてそのチラッと聞きました。 どうでしょうあのプロフィール見る限りサッカーはねお好きみたいな感じなんですが。そうですね、野球は正直ルールも分かりません全く触れたことなかった。あの一回連れてかれて見に行ったことがあったんですけど、はあ、はいはい、もう全然ボールも見えないしルールも分かんないしボールが見えない、やばい、ね、確かにね、ボールえ今え終わった終わった、ええみたいな、何が起きてんのみたいな、そう、何が起きてんの、気づいたらダンスしてるみたいな、はいはいな、はい、で気づいたら風船あげるみたいな感じで終わりました、はいはいはい、ちなみにそれ見に行ったらどこの試合とか覚えてますか。阪神対広島の、めっちゃ面白そうなこと、京セラドーム、うんうん、大阪で見た、大阪で、大阪で、はいはい、大阪のイベントがあって、はい、その前の日に前乗りさせられて、はい、プロデューサーが野球阪神ファンなので一緒に連れてかれるっていう、分かんないのに行った、分かんないのに行ったっていう解説とかもしてもらえず、してもらえず、すごい応援してました応援がバッチリで、だから風船飛ばしたんですよあーそっかそっかそうか、じゃあ、なかなかね詳しいもう言葉とかも分かんないわけですもんね。分かんないです。風船を飛ばすっていうことだけ覚えました。もう全然後でいい知識ですもんねこれ、まあ、試合観戦直じゃない、まあ、野球をサッカーに例えたら喋れるよねサッカーすっげえ難易度高い、あの例えるにも野球の知識なさすぎて例えようがないと思うけどそう、なんかサッカーはなんか見るみたいな。サッカーはなんかかなり好きなの。あ、サッカーは結構見ます、ルールも。これ J リーグ、 J リーグはまあそんなに見ないですけど代表戦とか、代表戦を結構見ますね。あ、じゃあワールドカップとか盛り上がったんじゃないですか、ね、盛り上がりました。チッピーさんもサッカー強の方でね、僕の顔見てなんか、まあ、今ちょっと髪切っちゃったんでなんかイラッとしたりしませんか。大丈夫ですか。え、ちょっとよかったねです。えこいつ日本代表に点決めたフェライニじゃねえかみたいな、こうアフロのあいつじゃねえかみたいな思ったりはしない大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。髪切ったんでね、確かにちょっとコンパクトでしたね、ちょっと前まではねヒゲもねかなり蓄えてクオリティが寄せてたというか言われたいやつみたいになってたんですけどね今そんなでもないです。今はそうでもないんですね。じゃあもうかなり応援は熱が入った感じでワールドカップ期間。そうですね、結構見てましたね。あー、いいですね。はい、にもかかわらず今日野球の話だったという、はい、多分なんか野球にあの縁があるんだと思うんで、よかったら野球もそうですね、あのね、タッ
ッチとかだったら読んでるんで、それぐらいの情報だったら。タッチを読んでも野球がね、なかなか詳しくならないっていう不思議な野球漫画なんですよね。タッチというのはね。結構読んでるんですけどね。そう、タッチは読んで、すごい好きなんですけど、うんうんうん、野球のルールはあんまりちょっと伝わってこない。野球を教える漫画ではないんですよね、タッチはね。他の大事な何か教えてくれるっていうね。まさに愛を教えてくれるね。そうですね。愛なんだっていうところですよね。あ、なるほど、うまいこと言うたよ。さすがですね、付き合いも長いから。ミニアルバム愛なんだ、はい、絶賛発売中ですが、はい、ではではそこからの一曲聴きたいと思いますんで、曲紹介をお願いします。はい、愛がたっぷり詰まったラブラブしちゃう一曲です。お聴きください。楠田愛菜で愛なんだ。ゲストは楠田愛菜さん、発売中の愛なんだというミニアルバムからの一曲、まあリードタイトルといいますか、愛なんだを聴いていただきました。この番組では恒例なんですけど、はい、街行く人に曲をいきなり聴いてもらって、うん、でその曲の感想をインタビューするっていう。やだ、何それやだ、恥ずかしい、やです、聞きたくない。全然道行く人の意見なんで。やだよ、突き刺さるじゃないですか。ファンの人たちはほらあったかいから、そういいねいいねって言ってくれるんですけど、うんうん、全然知らない人が聞いたらなんだよこいつみたいになっちゃうじゃないですか。そんなことない、わからないの聞いてみる。そんなの聞きたくないよ、やだよ。わかりました、じゃあここからの部分は放送してるフリでやります。あ、わかる。じゃあ聞いてみましょう。多分放送されてないです。めっちゃポップだね、うん、アニメのキャラの声、うん、そう、声優さん可愛らしい女の子っぽい感じ。どんな性格の女性だと思います？意外に大雑把みたいな感じ。めっちゃアイドルじゃない？声もそうじゃない？ね、うん、でもアニメ感もない？あ、アニメの世代化的な、確かにアニメ系声優っぽい。確かに。どんな見た目の人だと思いますか？メガネかけてそう。メガネ別に。女の子って感じ、うん、元気っぽい感じ。どんな時に会いそうですか？気分が上がってる時。今日テンションマックスの時。なんか歌ってるミュージシャンはじゃあどんな人想像できます？可愛い。髪だけ長そう。ツインテールしそうじゃない？可愛い。短かった短かった、ね、ツインテール長かった。サッカー観戦好きなんだね。なんか意外じゃない？え、でもなんかいいぞ。なんかユニフォーム着てなんか目が持ってそう。あ、応援してる姿が浮かぶ。え、もう男子から好かれる。モテそう。男女から好かれそうだね。とりあえず可愛いよ。うん、可愛い。おしゃれそう。どういう感じで。すごいね、ずっと笑顔で聞いてましたけど。やだやだ。え、でもいいコメントばっかり。やたらツインテール言われたけど。でもすごいね、なんかツインテール、そのね、キャラクターがムンタンのキャラクターがツインテールだっていうのが私ちょっと今感動した。本当。ああ、なるほどね。ラブライブのキャラクター、うん、ツインテールだったんですよ。2つぶっくりの、うん、まあ、メガネではないけど、うん、でもそのイメージあるんだと思って、声ってすごいと思っちゃった。歌声ですが、声を聞いてそれを連想っていう意味では、そう、今全然全然ピンとこ来てない。なんか納得いかない顔をずっとしてますけど。冒頭の方でね、うん、大雑把とか、 なんか声のイメージでなんかそんなこと言われてますね。正解だ。あ、正解。正解じゃありませんか。まあそうですけど。そんな声、大雑把な声ってある？どんな声だよ。確かに声聞いただけで言われる筋合いないですよね。本当だよ、なんだよ。確かに確かに。届いちゃってんだよ。ちゃんとみんなのところに届いてんだよ。怖いわ、まあまあね、このコーナー。面白いでしょ。もうだってどんな人か分かりませんから、こっちもね、言ってる方がね、うん、そうだね。まあそんな、あの街の声を聞かせていただきましたけれども。、はい、まあミニアルバムということで、なんかアルバムの方もね、あの今現物ね見せていただいたら、はい、ブックレットとかがかなり、はい、入ってまして、分厚いブックレットが、はい、充実してますね。歌詞カードの方は写真いっぱい。そうなんですよ、今回、うん、7着ね、7着衣装を着てます。大雑把だな。なるほどね、分かってきた分かってきた。7着着てます。これはあのミュージックビデオでも、愛なんだのミュージックビデオでも着てる服かな。あ、そうですね、これは着てる服もある、うんうんうん、私このね、青くすん推し、青くすん推し、青くすん推し、ありがとうございます。これは7色でいいのかな、7色のくすんが各ページに、ね、いろいろあります、出てくるっていう感じで、ね、めちゃめちゃ可愛い。全部お洋服も違うし、メイクも違うし、うん、いやオレンジくすんがいいんじゃない。あ、オレンジくすん、本当ですか？オレンジくすん、あ、ちょっとね、セクシー、可愛いセクシー系のリゾートチップ
ぽい感じのね、うん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 、いいじゃないですか。そう、なんか PV もその、うん、この感じでいろんなクッスンがバーって出てきて、うんうん、結構ねグッとくる。止めて一時停止して見ちゃう。巻き戻したい。一時停止しないで見る。ここ動画を一時停止したら変な顔になっちゃうから、いやスクショしてね、ここのクッスン押せるなみたいな。そんなご飯行ったりしてるのに、それでもなおまだ何かをこう発見するべく、いやいやミュージックビデオで。私はクスサポの一員なんで。なるほど。友達と言いつつ、はあはあはあ、こうやって今回もこのブックレット見て、うん、まあここ可愛いなって思いつつも、ちょっとでも今日今回は身内みたいな気持ちになってる。これに、あ、絵本がね、ついてるんですよ。絵本がついてるんですよね。最限定版 A の方に、ええ、はい、これに私出てるわ。これあのバースデーイベントで、ええ、去年の2月、あ、今年の2月に行われたんですけど、はい、ウイカちゃん来ていただいて、うん、ウイカちゃん魔女の役をやっていただいて、さっきのゲスト出演のやつだ。そうです、はい、うん、それの絵本バージョンが今回ついてます。はあ、ね、だからウイカちゃんがやった役どころが魔女書いてあって、でここになんかカラフル王国のね、うん、あの王女様みたいなんだったから、まあ、この歌詞カードの方も七色っていうか、うんうん、カラフルな感じなんだなとかって思って、うんうんうん、まあ、それちょっとなんかたまたまなんですけど、たまたまなの。おたくすぐ深読みするからたまたまなんですけど、だってこの絵本もさ、ね、スカートがそのな CD の, あの歌詞カードの方と同じ、そう、うん、七色のクッスンが見れるのだな、うん、ってなってる。いやもう全部最初から考えてたって言った方がいいっすよ。ああ、そういうことにしときます。そういうことにしときましょう。計算です全部。大丈夫です、緻密な計算を。なんかディスクが2つついてるのは、あ、これは、CD、このアルバムの CD 音源と、うんうん、あとそのドラマ CD バージョン、え、そのイベントでやった、うん、あのカラフル王国のプリンセスっていうお話のドラマ CD バージョンで、はい、全キャラ自分がやってる、はい、お、1人何役も、何役もほら、モブも、モブもいるので、あ、そうかそうか、モブもやったので、本当にすごい、7、8役ぐらいは多分思うんですけど、まさにじゃあ七色七変化なクッスンも見れるってことですね。そうですね、私のボイスサンプルだと思っていただければ営業用に使えるっていう。もうちゃっかりしてんな。営業用でしかもみんな聴けるっていう。そう、聴けるっていう。すごいミニアルバムっていいけど、すごい全然ミニじゃないボリュームですね、この初回限定だと。そうです ね、本当にボリューミーな感じになってます。いろいろだから詰まってますね。そうですね、新しい試みだったので、絵本とドラマ CD に関しては、はいはいはい、なのでどんな仕上がりになるのかなってドキドキしながら、うん、あのでもいつもあの普段からお世話になってる音響の方がやってくださったので、うんうん、結構安心して仕上がりもいい出来になったので、すごい満足してます。でも声優さんって立ち位置考えたらこれ一番いい形じゃないですか。そうですね、確かにそう思います。歌も、うん、声っていうかね、お芝居も届けられるから、うんうんうん、面白いなって思いますね。これがどん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 こう当たり前というか、これがパイオニアとなって、パイオニアとなって、ちょっとなんか特許を取っといた方がいいかも。あ、今のうちに、うん、この形真似するときちょっとお金払わないといけないみたいなね。薄したらガッポガッポですね。もうお金の話してすぐ。その辺どうですか、2人でいるときは。まあ、さっき大雑把っていうのが出ましたけど、うんうん、人柄とか どうですか、言えない範囲で。言えない範囲で。でもクスンはこうあのボイス声で聞くと、はい、結構甘い感じに可愛らしい感じに聞こえるんですけど、うんうん、すごいサバサバしてて、まあ、私とこうやって仲良くしてもらえるというかできるぐらいの人なんで、うん、かなり、うん、あのね、さっぱりしてる人なんですよ。声だけ聞いてるとなんかね、キュートな人というか、なんかね、そうそう、やっぱり私キュートだから。あ、やだ、嬉しいんだけど。ほらこういう声聞けるの嬉しい。やだ。そう、サバサバとかちょっとよくわかんないです。ほら。そうそうそう、すげーみたいな。そう、そういう感じね、うん、本当に。でも実際はそう、実際はそうですね、そんなにサバッとしてる、サバッとしてる方だと思います。うわーってテンション上がる時ってあります？あんまりないかも。おー、そんな普段の生活でなんかフラットな、うん、怒ってる時ぐらい。それ可愛いやつ。それ多分可愛い。え、可愛くないやつです。もう家で叫んでるやつ。あ、怖っ。わーっていう。怖い、本当に怖い方の、怖い方の、本当に
次じゃあそれをボイスサンプルでぜひ撮ってアルバムに収録してください。あの1年間ぐらい隠し撮りしといてその中のベスト怒鳴り声みたいなのをシークレットトラックで聞きたい聞きたい。最後10分ぐらい。でも家でしか怒鳴らないんですよ家で一人でいる時しか怒鳴らないですわその声聞きたいね。いやこのギャップがねまたいいんですよ、ね、なかなかそういう役どころはないない。あでも叫んだりは結構ありますね。あそっか、うん、叫んだりとか、叫んだりとかは楽しいです。叫んだりするのはお仕事で役としてでも楽しい。なんか溜まってんですか家で叫ぶのもやったりとか仕事の叫ぶも楽しい。なんかやっぱ普段できないことだから人前だと、うんうんうん、それが人前でできるっていうのは、うんうん、なかなかの快感です。やってみると。なるほどね、うん、まあ、そういう理屈でいくとじゃあライブももう最高に楽しめてる。そうですね、場所楽しいですね。特にあの私のことを好きな方しか来ないので、はいはい、なんかクスンのライブ結構すごい面白いですよ。あの特殊な空間。そうですね、うん、なんかこうみんなでも なんて言うんですかね、うん、結構あのすごくね調教されてらっしゃるんですよね、うん、クスサポの皆さんはいやなんとなく今の発言でね私のこと好きな人しかいないんでっていう、うん、言葉の先がだからもう自由にやりたい放題できるんですみたいな。そうなんです、ね、本当に王国なんですよ。まさになんていうか優しいからみんなが何やっても許されるし、うん、そのだからこそできることがたくさんあって、うん、それがなんかこうライブで毎回楽しいなって思う、うん、なんか信用してるんですよねファンの方のこと。なるほど。そうそうそんな感じ、うん、すごいねクスサポの皆さんも優しくって、うん、クスが MC で熱いねしか言わないんですよ毎回曲終わって、うん、毎回の MC で熱いねしか言わないのにみんなゆーみたいな感じで楽しそうにしてらっしゃるの見てあクスサポの皆さんはもう本当に温かいんだなと思って、うん、で私熱いでもちゃんとニュアンスが伝わるんですよ。たった一言でもどういうニュアンスか今こういう感じかなみたいなこのタイプの熱いねはそういうことかみたいな、まあ、なんか頭に出てきたの矢沢永吉さんで多分熱いねだけでうわー女版矢沢永ちゃんかもしれないですね。いや素晴らしいじゃないですか。楽しいですよクスのライブも、うん、いいですね、はい、外で溜め込んだストレスをそこでこうね発散するいい関係じゃないですか、そんな、まあ、あの楠田愛菜さんの最新作「愛なんだ」もぜひチェックしていただきたいと思いますが、それではそろそろ明日のオンエアをかけたゲームコーナー参りたいと思います。ではタイトルコールお願いします。ウイカの愛してるものなんなんだクイズ。おや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 、の愛なんだクイズということで、このゲームは至ってシンプルです。クッスンと超仲良しの私ファーストサマーウイカが、愛しているものに関する、3択クイズを出題します。見事正解すると明日クッスンの曲をかけちゃいます。がもし不正解だとどこかでトレセンの宣伝をしていただきたいと思います。はい、まあ、でもなんか優しいですね、うん、不正解でも宣伝するだけでいいなんてそんなバッゲームね。影響力がねやっぱ違いますからもう宣伝しますよ。もう超仲良しのウイポンが毎週木曜日やってるトレセンって言ってね、うん、分かった言ううんやし、まあ、なんか言い過ぎて本当に仲いいのかなって思い始めるいやまあちょっとねでもクイズもちょっと仲良すぎて、うん、簡単な問題だったらすぐ分かっちゃうかなと思ったんで、うん、ちょっと難しくしましたよ。だいぶ自信ないですちゃんとしましょうこれはもう、ね、人にあんまり興味ないからなくすんな、ね、じゃあ早速問題いきたいと思います。私ファーストサマーウイカが愛している最近特に愛している果物は何でしょう。桃栗柿どれだえ、栗って果物なの？まあ、広く取ればね。そこら辺も性格考えていいんじゃないですか？最近ね、あの、ドトールのね、ティーにハマってるのね。それを。全然わかんない、ドトールのティーにハマってて。ものすごくわからない顔してる。わからない顔してる。あれおかしいな。私のツイッター結構出てくるんだけどな。全然ミュートされてる。いや、じゃあもっと大ヒントね、うん。私、体の中で一番自信があるのは、ヒップ、お尻に自信があるかな。ちょっとよくわかんないです。嘘でしょ。嘘でしょ。ちょっとよくわかんないですけど。よくわかんないけど、じゃあまあもう、はい、大丈夫です。もうこんだけヒント出したら栗か柿か桃栗柿この3つのうちどれ。桃。正解。え、桃好きなの
最近ね、最近ちょっとツイッターでよく私もめっちゃ桃ハマってんの今。あ、やばい。あら、今めっちゃ家に冷蔵庫に桃入ってんの。そう、私も4つぐらい入ってる。わかる。でもなんか冷蔵庫に入れたら甘くなくなるらしいから常温で。そうなの？いいってらしい、いいらしいよ。え、でも冷蔵庫でも冷やして美味しいよ。そうそう、食べる直前に冷やした方がいいらしい。あ、そうなんだ。そうそうそう。もう俺岡山県出身で桃の産地なの。あ、ほんとだ。うめー、みんな桃三兄弟だね。というわけで明日もオンエア決定です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということで、ではクッスンからお知らせもろもろお願いします。はい、ただいまフォースミニアルバム愛なんだが発売中です。そして発売記念イベントもあります。9月22日に、アニメイト渋谷と、ゲーマー秋葉原ゲーマーズ本店にて行います。それとクスダイナサードライブツアー愛なんだが開催中でして、今週末の8月12日日曜日には横浜ベイホールにて、そして、9月1日には東京エビスガーデンホールにて行われます。あとクスダイナサードアニバーサリーアコースティックライブが10月7日渋谷デュオミュージックエクスチェンジにて行われます。そんな感じでライブツアー当日券もありますので、ぜひ遊びに来てください。もうツアー中、ツアー中です。今週末は仙台と横浜に。おお、はい、ぜひ会場でね、生暑いね聞いてちょっと高まってほしいですね。そうだね、ほしいな。確かに、あの先週からライブツアー始まったんですけど、うん、その MC でもめっちゃ暑いって言ってたわ。いいことだよね、暑いライブは。ずっと変わらずなんだね、私。成長してないのかな。いやいや、その時々の気温を言う、まあ気候を言うっても大事ですよ。大事ですよね、うん、今年暑いですもんね。暑い、うん、暑いよ、うん、みんなも多分そう思ってるし、そうです、ね、暑いな、暑い、うん、ぜひぜひ、スケジュールなどなどチェックして足を運んでみてください。ということでね、もうあっという間にお別れの時間なんですよ。はい、寂しいですね。寂しい。ちょっともう、また来てくださいね。ぜひぜひまた呼んでください。いや、本当に、本当にお願いします。うん、ぜひ番組聞いてくれてる方にもメッセージを、じゃあ。はい。ただいまサードライブツアー愛なんだ開催中ですので、もし興味がある方はぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、本当にこれに懲りずまたぜひ。はい。というわけで本日のゲストはクスダイナさんでした。最後に曲聴いてお別れ、曲紹介お願いします。はい、これぞクスダイナだという楽曲になっております。聴いてください、クスダイナでアイアム。